ストレスは人生と一緒でね、暑い時もあればものすごく寒い時もあるしね、あと向かい風の時もあるし、あと追い風の時もあるし、気持ちのいい時もあるし、もっと辛い時もあると、こういろんなこうなんていうかな、シチュエーションがあるんですね。でそれは自分では決められないんですよ、支援相手がやってくる。ただ勝負を決めるのはね、運命に対する態度で決まるんですよ、ね、向かい風の時、追い風の時、その時の自分の態度によって人生って決まるんですよね。向かい風だから追い風だからということで決まるんではないんですよ。要するにその時に常に自分が平常心で明るく前向きにいれば、どんな風が来ても、どんなことがあっても、たとえ失敗してもいい人生であると思うんですね。それはもうレースも人生もね、一緒だと思います。たった一人で世界一周したっていうのはね、200人いないって言われてるんですよ。それは宇宙飛行士より少ないんですよね、今まで人類史上。だからものすごく確率は低いことですよね。でね、それで3回もやらせてもらったんで幸せなことですよ。でその時ずっと2半線ね来てて、で命を守ってもらったんですよね。じゃあそれはウェアっていうのは普通の人と違って、私たちは着替えられないでしょ。船に積んだものだけですから、何を積んで何をこう捨てるかってとても重要な決断なんですよ。だからより信頼性高くしてやりたいんですよね。最初はね、海でしたね、育ったのが鎌倉なんで海が近くてね、でこう子供の頃ね、やっぱ水平線の向こうに憧れてね、要するにこの海の先にね何があるんだろうっていうのが僕の夢で、いつかこう船でね、このなんていうかな、こう海を渡って本当に外国があるのかね本当にこうずっと行くとね、地球を一周できるのか、本当に地球が丸いのかっていうのを僕はね、こうこの目で確かめたかったんだよね、自分自身で。それがあの世界一周の動機ですね。理由はわからない理由なんかいらないですよ。ただそれを純粋に思ったかどうかなんだよね。それが本当にこう心の中から出れば、あの理由なんてどうでもいいんですよ。そんな探す必要もないですね。ただ純粋にこう人を好きになるのと一緒でね、好きだと思えばいいけど、それが大切なことであって、なぜ好きかなんていう理由はどうでもいいです。あの保温状態がいいということなんですよ。あのヨットの競技っていうのはものすごく長いです。例えば普通のスポーツ競技って2時間3時間で終わりますよね。ヨットの場合は3ヶ月間ノンストップで競技するんですよ。でものすごい長いです。で寝る時も着てるんですよね。要するにこう24時間あの何ヶ月も戦うわけですから、あの急に寒くなったり急に暑くなったりっていうのは良くないんですね。常に同じこう体温を保つと、つまり常にスタンバイ状態ですね。いつでも戦える状態にしなきゃいけないんで、その時にねこの高電子っていうのはものすごくいい状態をずっと長く保てるんですね。なぜかって言ったら自分でこう熱を反射して帰ってくるんで、だからもうヨットには本当にこう最適なものですね。赤道はあの非常に暑いんですよね。でサザンオーシャンはものすごく寒くて、で温度調整がとても大切なんですね。非常にウェットでね湿ってるんで、化学繊維のね繊維ってとても大切なんですよ。大体試合の時はこのようにあのリーファーを着て、でフリース着て、であとアウターで、その3枚しか大体着ないんですね。これあの赤道もリーファーだけになったり、あと南平行ったら、リーファーとフリースとアウターと。でフリースが一番あの、まあ、厚さによってね温度調整もできますので一番便利ですかね。あとこう濡れたものに強いっていうのが大きいですね、はい、日本では昔はね、可愛い子には旅をさせろっていう言葉があってね、旅をすると確かに雨降ったり嵐にあったり辛い目も合うと。でもその分ね、あのいい素晴らしい人に会ったり素晴らしい景色を見たり、あのそういうことがいっぱい起きるんですよね。
だからね、ある人が言ってた、人生の豊かさって移動した距離の事情に匹敵するって言う。人生の豊かさは移動した距離の事情に匹敵するって言う。だから僕、特に若い人にはね、旅や冒険をどん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 して、いろんな経験積んで、こう人生をね、豊かにしてほしいなと。私は実際に、まあ、いろんなとこ行ってね、海世界一周して、あと山にも登って、川にも行って、海にも潜って、本当にこう豊かな経験をしたんですね。で、世界中に友達もいるしね、ぜひね、みんなに挑戦も冒険もね、してほしいですね。電子。